今日は矢掛町のこちらのお寺に行こうかなと思います。真備からちょっと矢掛方面です。入ってっていうとこなんですけど、こちらのお寺は、桜もね、綺麗に咲いてるんですけど、椿の花が綺麗というか、花が落ちた様子がすごい魅力的ということで、ちょっとね、今年は気温の関係もあってあれなんですけど、ちょっとこの奥らしいです。まだ花が咲いてるとこもあったりするんですけど、やっぱり気温の変化、ちょっとね、暖かかったり寒かったりしたんで、こんな感じでちょっとやっぱり枯れつつあるものもあったりするんですけど、まあギリギリですね。で、通常だったらこっちに写真があるんで、もうほぼ綺麗な状態で落ちるんですけど、今年はちょっとあれですかね、